今回は「漫画ダイヤ韓流」を紹介します文章が非常に多い漫画です現代の韓国在日問題が漫画として描かれているまず読んで事実を知ろう話はそれからだこの漫画は韓国が嫌いでなくとも一読する価値は十分にあると思いますテレビ 新聞では教えてくれないとつくづく嫌になりました真実を知るきっかけとしてぜひともこのマンガを読んでみてください久しぶりのマンガ「イヤハン流を楽しみにしていました1話では「まだこんな無知な人がいるのか?」との始まりでしたが「イヤハン流を初めて読む方には読みやすいかもしれません本編は基地の事柄が大半でしたが 楽ししんでで読むことができました。以上興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。